皆さんこんにちは、報徳学院学習部の室戸俊です。静岡県の学校情報、今回は2024年静岡県中部地区私立中学校フェアのお知らせです。今回で21回目の開催になります。日時2024年6月15日の土曜日、一部と二部に分かれていて、一部が10時30分から12時30分、二部が13時30分から15時30分で、完全これ入れ替え制になっています。会場はグランシップの6階で、事前予約制、このようになっています。動画の中で QR コードを出しておくので、そちらから申し込んでください。三田中学校ですけれど、城南静岡中学校から静岡大成中学校、静岡北中学校、静岡学園中学校、静岡聖光学院中学校、静岡双葉中学校、静岡サレジオ中学校、静岡英和女学院中学校、そして徳川大学附属立花中学校、徳川大学附属常葉中学校、東海大学附属静岡松陽高校の中等、この11校になります。今回は静岡県中部地区私立中学校フェア、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。